い、こんにちは、ニアです。ということでね、英国の万竜、万竜チャレンジの回収編成紹介していこうと思います。もし参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。編成はこちらです。いつも通りに代表の前に編成紹介すると、回収にリーチェ、パイモンにハンス、チャコロにハロウィンソニアグラン、メルゼナにアマコズミ、ベリアルにアマテラス、回収にマグニートーです。継承は全部スキルベ1で OK で、必要 HP は 78,001、必要スキルは 28、バッチは HP です。リタフレ逆は NG です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が7つ、チーム回復1つ、雲と封印と角色泥鏡が必要です。リーチはバインドと封印と雲と指が役割です。指に注意して10連とかルダリンとかハロウィン稲姫とかイロハがおすすめです。覚醒のみしか使わないから甘小積みとセットで考えると良いです。で、その甘小積みはチーム HP が役割です。これ無課金武器ですね。HP スキルターンに注意してメルゼナとかガランゴルムでも OK です。続いて、ハンスです。これはバインドとスキブとチーム HP とチーム回復とダブル吸収が役割です。スキブ HP 溜まった時に注意してバインド武器で OK です。アマコズミとかドッポとか闇リーチェで OK ですね。続いて、ハロウィンソニアグランです。これはスキブと角色泥鏡が役割です。アレキサンダーとかで OK です。続いて、アマテラスです。これは回復泥鏡と指とサンターンヘイストと血内覚醒無効回復が役割です。指回復力に注意して10連とかアマテラスとかエリフリデとか犬夜叉とかストレンジで OK です。続いてマグニートーです。これはバインドとチーム HP とヒドロ鏡が役割です。HP に注意して甘小積みで OK です。続いて本体代のための役割です。パイモンはスキブ Q で闇タコで76枠でダブル吸収と全員エンハンスが役割です。スキブ火力に注意してヒドーナとかハロウィンネルとかナミがおすすめです。続いてハロウィンチャコロです。これはスキブ4で暗闇で帯で火力枠でロック解除と軽減ループが役割です。スキブ火力暗闇帯に注意してスルルギオスでも OK です。続いて、メルゼナです。これはスキブ2でお邪魔で火力枠でロック解除生成と76化が役割です。お邪魔、火力に注意してローレンスでもいけるかなと思います。続いて、ベリアルです。これはスキブ4で毒で回復枠で消せない覚醒無効回復が役割です。毒に注意してマルコとかレオナで OK です。続いて、立ち回り見ていきましょう。例によって倍速で見ていきましょう。まず1回戦でランダムチェーンですね。回収2体変身して、チャコル撃って、アマテラス撃って、回収撃ってね。で、ワンパンしていきましょう。はい、リダチェーン、チャコル、回収変身して、で、3ターンヒスト。で、回収溜まるから回収打って、四つ消しして殴っていきます。はい、四つ消しで。はい、こんな感じでね、適当に組んでワンパンしていきましょう。だいたいね、上に2個で下に4つ組んでいくって感じで組んでます。これでワンパン。さあ、続いては2階層ですね。2階層も回収打ってワンパンしていきましょう。でね、ちょっとね、画質が悪いと思うんだけど、これはね、ちょっと配信から切り抜いてるから、ちょっと画質が悪いです。すいません。さあ。で、四つ消ししてね、殴っていきましょう。ここもただワンパンするだけですね。回収はマジで楽です。はい。OK。じゃあこれで四つ消しして倒していきましょう。はい、OK。さあ、続いて3階層ですね。5、4番目にしてくるところですけど、メルゼナがね、76にしてくれるから、特に問題なく2パンできます。メルゼナ撃って2パンしていきましょう。メルゼナがね、闇も作ってくれるから、この闇を使って、いっぱいウェイ組んで殴っていきましょう。はい、OK です。これで超根性まで削ります。はい。さあ、そしたらね、回収打って倒していきましょう。はい、回収。ウェイ君で。さあ、ウェイ君で。ウェイ君で。はいはい、ウェイ君でと。よし、OK です。これで、突破。さあ、続いてはですね、はい、4階層ですね。4階層はパイモン打ってワンパンしていきましょう。今回はハンスですね。ハンス打ってワンパンしていきましょう。ハンスで回収打って突破していきます。ウェイ君で。で、ウェイ君で、ウェイ君で、ウェイ君で、はいはいはい、ウェイ君でと。OK ですね。こんな感じで突破していきましょう。はい、突破。さあ、続いては5階層ですね。5階層もただワンパンすればいいんだけど、はい、こいつ結構硬いんで気をつけてください。ダメージ吸収は2ターン継続してるんで、まだ大丈夫です。こいつは最悪2パンでも全然問題ないです。はい。じゃあ、しっかりと組んでと。で、削っていきます。はい。でもね、削りこんなもんですね。回収打ってないとね、やっぱりね、ちょっと数が少ないので、きつめですね。さあ、じゃあ回収打ったんで、盤面ね、攻撃力ばっかなんで、しっかりと組んで、はい、OK です。これで、ぶっ飛ばしていきましょう。はい、突破。さあ、続いて、6階層ですね。6階層はチャコル打った状態でワンパンしたいです。はい。さあ、でも今回ね、チャコル消されて、そのままね、私突破してます。まあ、できればここはチャコル打って突破してほしいですね。さあさあさあ。はい、OK です。しっかりと組んで、殴っていきます。
はい、突破。さあ、続いては7階層ですね。7階層、ルーレット注意してワンパンしていきましょう。耐久しても OK です。ルーレットが大変ですけど、頑張っていきましょう。ここのね、ルーレットのおすすめの組み方なんだけど、さっきと同じね、上に2個組んで、下に4つ組んでいくのがおすすめです。で、ただしね、4つ組むと間の中で、その、ルーレットのところが被ってくるから、まあ、そこは飛ばすみたいな感じで組むと、まあ、組みやすいかなと思います。あとはですね、まあ、光と闇と回復の四つ消しだけでいいので、まあ、そこもね、意識するといいかなと思いますね。はい、こんな感じですね。はい。上を、まあ、飛ばす意識、ルーレットのところを飛ばす意識で殴ると良いです。はい。さあ、で、左ちょっと目に残ししちゃったから、このまま倒していきましょう。はい。じゃあ回収打って、殴っていきます。さあ、四つ消しして、四つ消しして、はいはいはい。よし。OK ですね。これで、殴って突破していきましょう。はい、OK。さあ、続いてですね。続いては8階層です。8階層ね、ここ、ベリアル打って、回復取り出して耐久しながら突破していきましょう。はい。じゃあ、ちょっとルーレットを揃えてね。回復取って、回復を取ります。回復取る、回復を取ると。で、あとはね、光と回復四つ消ししながら、コンボ数をね、耐久できるまで、はい、軽減貼れるように、コンボ数持っていきましょう。はい、OK ですね。なんとか12コンボいってるんで、攻撃を受けれますと。よし、そしたら回収打って殴りましょう。はい、四つ消しして、で、四つ消ししてと。で、四つ消しして、はいはい、いい感じですね。はい、四つ消しして殴っていきましょう。はい、突破。さあ、続いては9階層ですね。9階層ね、ここ、挑戦が遅延くれたっていうか、くらって。で、チャコルがなくなっちゃったんで、できればね、これチャコル欲しいですね。はい。まあ、チャコルは次のターンに打てばいいんだけど、できればここでチャコルを打っておきたいです。じゃあ、回収打って、殴っていきましょう。はい、四つ消しで。はいはい。殴っておきましょう。はい、OK ですね。これで削っていきます。こいつ硬いですね。はい。半分まで削って。で、できればチャコロを貯めましょう。はい。じゃあ、四つ消ししてね。さあさあさあ。はい。四つ消し。よしよしよし。四つ消しして、OK。これで、はい。また耐久します。で、チャコロ溜まったね。チャコロ溜まったら、チャコロ打ってね。回収打って突破していきましょう。チャコロ回収と。さあ。で、ウィークンで殴っていきましょう。四つ消し。四つ消し、四つ消しで。はいはい。OK ですね。はい。殴って突破していきます。あ、突破しないわ。はい。突破しないね。そんな気したわ。はい。さ、今ね、四つ消しもう一個組めたんだけど、もう二個組もうと思ったらね、二個組めなかったんで。はい。もう一パンします。はい。四つ消し、四つ消し。で、四つ消しして、今度こそ突破します。はい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 。OK ですね。さあ、続いては10階層ですね。10階層はね、チャコルありで全回復して突破してください。はい。で、5、6番目にされるから、メルジャナ打って7、6にしましょう。で、回収打って7ワイで突破ですね。さあ、多分ね、これね、メルジャナがね、ウェイ、闇作ってくれるからね、別に、最悪ね、最悪ってか、回収打たなくてもいい。あ、違う、回収打たないとダメだね。私これ、全く同じことしてるわ。自分、今説明とね。はい。無効貫通スキルないから、回収は打って突破してください。はい。さあ、しっかりと回収打って、ウェイ君で殴っていきましょう。四つ消し、四つ消しと。はいはいはい。OK。これで突破していきます。はい、OK。さあ、続いては11階層ですね。11階層ね、ここ、曹操はビリアル打って、一旦待った後に突破。孫権は8ウェイでワンパン。劉備は7ウェイでワンパンです。はい。四つ消し、四つ消し、四つ消しで。はい、OK ですね。しっかりと、ウィー君で殴っていきましょう。はい、ワンパン。さあ、続いては12階層ですね。12階層は6ウェイでワンパンできます。はい。じゃあね、盤面で殴っていきましょう。はい、四つ消し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 、で、さらに四つ消しと。OK ですね。綺麗に組めたんで、これでぶっ飛ばしていきましょう。はい、ワンパン。続いて、13階層ですね。13階層ね、風神の場合はパイモン打って6ウェイでワンパン。雷神の場合はパイモン打って回収打って7ウェイでワンパンです。さあ、じゃあ殴っていきましょう。四つ消し、四つ消し。さあさあさあ。で、四つ消しして。さあ、OK ですね。水も分割して殴っていきます。はい、ワンパン。さあ、
ンボスです。もうボスです。で、ボスもですね、結構簡単でですね、これはもう回収打ってワンパンするだけです。はい。では、回収を打って、で、上組んでいきましょう。四つ消し。さ、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しして、四つ消しすると。OK ですね。これで、ぶっ飛ばしていきましょう。ワンパンです。斜めですね。斜めでワンパンです。さ、そしたらもうボスですね。ボスは、これチャクルありで超根性まで持っていきましょう。チャクルがね、まだ溜まってないので、ここはちょっと耐久します。はい。回避打たなければね、無効貫通火力出ないから安心にして耐久できます。さささ。じゃあしっかりと組んで待っていきましょう。はい、OK です。これで、軽減を張って待っていきましょう。はいと。さあ、回避溜まったけど、これ打たないですね。で、暗闇ね、ここ、しっかり確認してパズルしましょう。マジで大事なんでね。次、ここで耐久すぎれば、チャコロが溜まります。しっかり暗闇確認して、で、組んでいきましょう。今回はね、上と下に4つ組んで、で、V で入れるって感じね。V で分割していく感じですね。はいはいはい、大きい。こんな感じで耐久して待ちます。はい。で、チャコル溜まったからね、こっからチャコル打って、回収打って、ぶっ飛ばしていきましょう。チャコル、回収。で、しっかり V 組んでいきます。もう暗闇はね、もう無視しちゃっていいかなと思いますね。結構光闇が見えてたんで、もう無視して、はい。絶対ね、上に繋がらないようにだけして、殴りました。はい。OK ですね。これで、超根性まで削っていきまーす。はい。で、最後もね、回収打って、倒して、おしまいです。はい。じゃあ、回収打って殴っていきましょう。斜めでね、ちなみにこれは、超根性まで削れます。はい。よしよしよし。四つ消し、四つ消し、四つ消し。で、はい。四つ消しして、四つ消しして、四つ消しして、はい。完璧ですね。しっかりと盤面最大組んでぶっ飛ばしていきましょう。はい、おしまいです。ってことでね、参考になったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとね、タイマーこんな感じになってます。はい。ってことでね、よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。